皆さん、こんにちは。ジマでございます。ニッコール Z85mmF1.2S ラインのですね、登場であったりとか、詳細スペックの発表が待ち遠しいですね。まあ、期待してしまいますね、どうしても。135mm の単焦点レンズなどですね、ポートレートに興味をね、えー、持っていただける方が、当チャンネルの視聴者様の中でも増えたかなというところがありまして、まあ、あったかくなってきたっていうのもあるんですけどね。なので、興味を持つ方が増えていただけたと。 で私自身あの商業でね撮影していたこともあってか個人的にポートレートといいますか人物撮影っていうものは、えー、加点方式これができていい写真っていうよりかは減点方式っていう考え方を考えてるんですねこうあるべきだよねっていう中からこれが、えー、気になるこれが気になるこれが気になるっていう減点方式を、えー、考えておりましてその減点のポイントを言ってしまうと 避けた方が安定して、えー、納得できるというか安心して見れる写真がいっぱい撮れるかなっていう印象があります。もちろん、えー、加点方式を狙っていく撮り方もあれなんですけど、私自身は減点方式を意識して撮っております。なので、上達のコツ3選。 というよりかは、逆説的に、これを避けてほしいな、3選、みたいなところをお伝えしていきますので、私自身がですね、ポートレート撮影時に、注意しているところをね、共有できればと思います。今回も、ジマチューブ、スタートです。チューブ はい。改めまして、ジマでございます。えー、ニッコール Z のね、85mmF1.2S ライン、めちゃくちゃええレンズでございますね。で、最近はレンズも比較的届くのが、んー、スムーズと言いますが、まあ、高価格帯、高品質のレンズだったとしても、ちょっと前はね、あの、お取り寄せと言いますか、えー、思った以上の注文が来て、第2陣、第3陣の出荷をお待ちくださいっていう状況が多かったんですけど、最近はレンズ購入、 予約しましまた届かないですみたいな話はあまり聞かなくなってきているので比較的購入しやすくなっているのかなというところがありますね。で意外と 50mmF1.2S ラインであったりとか 85mmF1.8 などですね。えー 汎用性が高くて、まあ、現実的な価格帯のレンズというものが人気を盛り返してる印象があるんですね。なので、85mmF1.2S ライン、めちゃくちゃええレンズっていうのは分かってるんやけど、ちょっとあのなかなかハードルが高いというか、思い切られんなという時に、50mm の F1.2S ラインやったら、もしポートレートであったり、人物撮影で用いなくても、他の撮影でもバシバシ使えるし、85mm の F1.2 がハードル高くても、F1.8S ライン ラインでも十分に綺麗に映るんでまずは1.8 s ラインから始めてみようかなみたいな、えー、場面をよく見かけます で新しいレンズにですね、こういった登場してくるレンズに刺激を受けてですね、今まで以上の写真を撮りたいなっていう、なんていうんですか、燃え上がるものであったりとか、えー、今まで撮ってこんかったジャンル、人を撮るってあんましてこんかったけど、ちょっとせっかくこの機械、85mm とかレンタルしてみて、撮ってみようかな、みたいな形で盛り上がるっていうこと自身は、すごくね、私素晴らしいことやと思うんですっていうのも、 レンズ交換式カメラなんでねレンズ交換していろんな世界を楽しめるっていうのが一眼カメラの魅力なのでぜひねレンズ交換して楽しんでいただけたらなとただ新しいジャンルってやっぱり深く取り組んでいくといい意味で悩むことは多いですし その可能であれば限られたね時間っていうもの私たちにはみんなタイムリミットが60年80年100年とかねあるのでその限られた時間可能な限り最短距離でコツをつかんでいきたいと私自身は考えているのでもちろんコツを把握したとてそのコツを知った上で実際トライアンドエラーでね えー、いろいろ取り組んでいくと悩み改善を繰り返すことが大切だとは思うんですが今から伝えるですね3つのポイントっていうものは私が意識している、えー、安定思考の内容なのでそんな無難な写真はちょっと面白くないなとか逆にあの何、ー、て言うんですか この今あなたがお伝えした内容とは逆に向いて撮ることで写真は芸術だみたいなそのイレギュラー視点でね表現してもらうのもそれはそれで写真の正解だと思います写真は芸術美術要素が強いものなのでそれはそれで正解だと思いますあくまで原点方式で見た時の無難な写真の撮り方という形でね参考程度に聞いてもらえると一つ目背景処理ですね もう早速ポートレートだけちゃうやんっていう話なんですけどこれ大事なんですよやっぱり人物を撮る上で写真ってこのね、まあ、横とか縦とか正方形とか16対9とか限られたまあ範囲の中で何を主題として何を副題として何をどう伝えたいのかっていうのがかなりポイントになってきますでポートレートであればですね通常は 人物ですよね人がいて人物がポートレートなのでまあ主題になりがちですよね主題となっていてで小物であったり背景であったりとどういった環境どういった状況で撮っているのかっていうものを追加要素としてね副題としてどの程度加えていくのかがめちゃくちゃ大事になってきますじゃないとシンプルな背景で撮っただけになってしまうんでねこれが意外と そのどのど程度加えるかが難しくて、撮影に集中していると実際ファインダー私たちが覗いて撮っているとどうしてもね主役ですよね主題のその写っている人物の表情であったりとかね目線であったりとか髪乱れてないかであったりとか影が変な入り方してないかとかそういった心配りができる人に限って。 主題の方にどん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 意識が引っ張られがちなんですね。それはそれでいいんです。それはそれでいいんですけども、それはね、気を使える方の証拠でもありますし、素晴らしいことやと思います。おそらく、ね、あのー、職場とかでも、あれ髪切ったって言えるようなタイプやと。 思いますし、最近なんかあれやネクタイ、ええー、色つけてるやん、なんかあれな、勝負事が多くてスピーチで赤色つけてんのとか、そういったことが結構、なんていうのね、多分気づかれる方なんやと思います。そういった人のね、あの変化っていうものに気づける方だと思うんですけども、写真を仕上げていくには、背景などもやっぱり含めたね、情報量の整理も大事なんですよね。なので、こう話してて、 あ最近あれやね髪の毛さっぱりしてええー、感じやねって言いながら後ろで誰かがなんかどこにあのボールペンしまったか忘れたってうろついてたらどないしたらなんか探しもんあボールペンやったらあっちの,あのペン立てにしまっとったでみたいな形でこう話しながら後ろも全体も見えるぐらいの余裕が。 やっっぱりある方が人物撮影って強いんですよね。主役を撮りつつ後ろに人が通るとか主役を撮りつつ何かしらが動いている環境の中でこの瞬間この瞬間今はまとうこの瞬間撮るみたいな形をパッパッパッって切り替えていけるその慣れというか経験というか余裕っていうものが結構大事になります。なんでかっっていうと、写真を仕上げるのにはやっぱり、 その白背景でね撮る分にはもう何も考えなくていいんですまあ影が入る入らんぐらいのねこれぐらいの感覚でええとは思うんですけどその後ろからねもう一頭大抵影飛ばすとかだぐらいやと思うんですけどやっぱり背景を含めた情報量の整理も人物撮影って大事になってくるんですよねなので一番シンプルな方法としては主題を目立たされるために 不要なものっていうものは画角にもうそもそも入れんとこうやっていう考え方が一番早いです。なので背景としていろんなあの緑のねグリーンの木,木々があったりとか開けているねその街並みであったりとかある程度の情報はあるんですけどその情報を全部入れちゃうとガッチャガッチャした写真になるんでやっぱりそのカメラのポジション ポジションンででああったり、あとはアングルですね。下に向けるのか上から下をあおるのかそれともポジションで高いところを撮るのかアイレベルで撮るのかローポジションで撮るのかっていうような、まあ、カメラワークでですね工夫して撮るのがいいかなと。で背景にその目立ちすぎる看板私よく大阪のねあのピチョンくんって大金さんのねピチョンくんがあの 温度を知らせてくれるんですよ寒い時とか乾燥してる時とか暑い時とかね青とか赤に色変わってくれるんですあのピチョンくんがいつもよう目立つんですけどそういった、ね、背景に いいことなんですよピチョンくんの役割は今日は寒いです今日は暑いです皆さんあの熱中症対策しましょうねっていうあの看板なので役割としてピチョンくんは正しいんですけどもそれが、えー、写真の画角の中に入ってくるとピチョンくんめっちゃ目立つんですよでそういったものって街中にそこら中あるんですよね24時間営業ですとか、うん、最近はないけど冷やし中華始めましたみたいなね何かしらそういった目立ちすぎる看板ってのは、まあ、看板って目を引くもんなんでねそれで正しいんですけど それが写真の中に入りすぎるとなんて言うんでしょうね雑多すぎて違和感を感じる場面。なので自然と 写真を見た時に主題に目が行くように背景を選ぶことでグッと良くなります逆に背景がしっかり選べていないとなんかん主役埋もれてるなぁみたいな話になってしまうんですもちろんそれがその大阪のねごっついあの繁華街みたいな形でガチャガチャってする中に人物ポっておいてそれをシャッターで人流してみたいな感じやったらそれはそれで最高の写真でございますわ。雑多な中ににちゃんと主題を綺麗に バランスよく配置していれば素晴らしいと思いますがちょっとハードル高いじゃないですかそういった写真はね簡単に撮れることじゃなくて何回かあの撮ってみてうんこうでもないあでもないでここやみたいなもん見つけて撮るっていうものなので今回の簡単な話でいくともう背景は可能な限りいらない情報は削っていく含めないっていう方が話が早いですもしくは開放 F 値1.2 などのレンズ、まあ、1.2とか1.4までとは言わずとも開放 F 字そうですね1.8とかであったりとかねあとは8 5ミリとか1 3 5ミリとかの中望遠領域あとは距離がね背景、まあ、ちゃんとその下がれるんであれば全身取るとか考えた時にね2 0 0ミリなどのまあ圧縮効果なども 活かしてですねボケ味で映り込んでしまうものがどうしてもあるんであればもう逆に活用してボケ味としてもう生かしてしまうくっきり映って被写体とのその被りっていうものがあるから気になってしまうだけでその映り込んでるものももうホワホワにぼかしてしまえば別にそれは気にならんくなるんでそういった厨房炎とか 望遠レンズっていうものをちょっと難しいですけどね人物のコミュニケーションが取りにくくなるのでなのでそういったものを活用してもらえるとよろしいかとなのでめちゃくちゃええ写真でめちゃくちゃええ表情されてたとしても何て言うんやろね背景がかっきりくっきりかっきりくっきり映りすぎて目線が主題に向かないパッと写真見た時に目線が主題に向かないものはもったいないというか 何撮りたたかっっんやろうってのが気になってしまいまいすなので物事は何事もねほどほどが大事で逆にシンプルになりすぎるとそれはそれで面白くないんである程度状況がわかるぐらいにぼかしてか残しつつある程度画角の中に含めるっていうものが大事かなとで「どの程度じゃあ含めたええんよ」っていうのはもうこれは。 実際いろいろトライアンドエラーと言いますか撮影を試してみてもて自分の中でしっくりくるところを見つけてもらう方がいいんちゃうかなってのは思いますただですね広角ポートレートってあるじゃないですかあの広い世界バーの中に人物ポツンみたいな広角ポートレートになってくると街並みっていうものが今度主題になってきますので街並みを含めて表現する場合っていうものは主題が風景 その街並みの中にいらっしゃる人物になりますので変わるんですよね話がなので人物だけにフォーカスしてボわっとぼかすんじゃなくて広角レンズなので F4 とか F8、ね、までまあ絞ってもええかないや広角なのでしっかりくっきり絞ってもで背景含めて撮ることを推奨しておりますこれはやっぱりね背景まですべてがくっきり映り込む分 難しくくなってくるんですよだって先ほどはねそのぼかしてしまえばええやんとかもう画角に覆面かったらええやんって引き算で情報を減らしていったら絵だけなんですけど広角ポートレートになると強制的に情報量が増えるんですよねでそういった情報量が増える時っていうのはやっぱりイレギュラーが起きやすいのでちゃんと背景まで全てがくっきり映り込む分 ここのスペースはこれでええんやろうかとかなんかバランス右左おかしないやろうかとかね構図なんかを含めた気になってしまう要素っていうものが増えていくので慎重に取る方がいいかなってのは思いますちなみに背景が青空であったり海であったり広い場所などはもう何も 気にせずもう主題と背景が自然と距離が取れるのでまあ無理に何も処理せずとも綺麗に取れますなので開けた場所でね撮影すると楽ですよっていうのはそういうことですねまあ青空どれぐらいのバランスき綺麗に真ん中で分けるんか青空7割地面3割にするのかとかそういったぐらいでね進むので結構楽やったりしますもう一つこの背景の話で気になるのが明るい光源の注意点 なんですねこれもさっきのピチョン君出して申し訳ないんやけどもあのピチョン君っていうかその目立つ看板ってねそのここの後ろになんかその焼き鳥屋みたいなんがあるんやったらそうなんやで済むんですけどそれが電光掲示板とかでジガジガジガーって光ってるとそれはそれでまた目立っちゃうんですよねなので気になってしまう明るい光源は入れないっていうのは背景処理の項目として私は常々意識しておりますなんでかっていうと本来は 写真の中で人間ね、人物の表情などに、まあ、主張したい部分っていうものに目が向かうべき表情であったりとかねそういったものに目が向かうべきではあるんですけども私たち人間でどうしてもその常に自分の生きている環境に危険がないのかどういった環境なのかっていう情報をキャッチするために人間って明るい部分からですよやっぱりパッと見て。 大丈夫パッと見てうんこういう状況みたいなパッと見て状況を判断するのに自然と情報をキャッチしやすい明るい場所明るい光源っていうものを把握しがちなんですね自然と目を向けてしまう生き物なのでその日常生きててここが暗いここが暗いっていうよりかはあこう明るいなぁの方が多分話が早いんですよなので自然と明るいものを把握する動物なので光源 無意識に入ってくるちょっと困る光源光の塊っていうものは光の源っていうものは調整が必要になるかなとなので強すぎる街灯とかねであったりとか車のテールランプ赤いランプなどは基本自然界に夜にそんな明るいもんってなかったりするので自然界にない色であったり自然界にない光量の光源こういったものは背景処理のついでに画角に含めないように 気を配ったりであるとか主役のね人物私よくするんですけどああんか車のテールランプ気になるなーって自分がちょっとずつ下がっていってこう主役のね主題の映ってくださる人物のもう背中に入れちゃうんですよね同じ一直線上に入ってそしたら隠れるとなのでそういったなんていうんですかね対策の引き出しっていうものが人物撮影特に外で撮る場合っていうのはイレギュラー要素が盛りだくさんなので引き出しっていうもの対策の引き出し っていうものがが大事になってきます、まあ、これがねいわゆる現場のどんだけいろんな環境でどんだけ安定した撮れ高を出せてるかっていう経験値にもなってくるって言われてしまえばそうなんですけどミラーレスの時代というか今のデジタルカメラの時代って意外と撮影後に気づくこと多いいじゃないですか撮ってる時が気にならんかったとしても見返しててああここなんか違和感感じるなーみたいな時に 意外とトリミングで調整できたりとかねするところもあるのでひとまず撮ってみるのも大事やと思いますあの背景が気になる背景が気になる背景が気になるごめん今日撮られへんわ言うたらなんでやねんって言われてしまうんで何のためにメイクしてきたかわからんわ言われてしまうんでちゃんと撮るは撮るでも撮るときに意識しながら撮るで意識しながら撮っても気になるところがあるんやったらちょっとまあトリミングとか後々調整して頑張ってみる みたいな感覚でいいと思います。あんまり無理にね、難しく考えなくてもいいと思いますので、ただなんとなく取ったっていう状況から、こう取ってみてに変わるだけでも、 十分だと個人的には思いますのでぜひね試してみてもらえたらなと。で、このチャンネルではですね撮影に関することカメラに関する情報ニュースを毎週更新で投稿しておりますのでぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。で、皆さんがポートレートを含めてですね撮影の時に注意している意識しているものがあればぜひコメントで教えてくださいレンズは絶対2本以上持っていくとかカメラバッグはこれにしか決めてません 必ずん、えー、やろその栄養ドリンクと言いますか、えー、バテへんようにあの塩飴舐めていきますとかね虫除けスプレーとかも結構大事だったりするんでね、まあ、今の時期はまだやけどそういった細かい必要なポイントみたいなものを共有してもらえると嬉しいですじゃあ2つ目いきましょう1つ目が背景処理だったんで2つ目が映、まあ、り込む範囲の話ではあるんですけど違和感の残る 関節であったりりり指先の切り取り方をしないこれが2つ目です。これは私が細かいからかもしれないんですけど、その構図的にね、収まりがいい場合なのであれば、問題はないんですけども、可能であれば意識したいかなと思います。なので、こう、半身を大きく映、えー、し取るんであれば、別にこの型でスパーンって切り取ってもらっても全く問題ないと思います。大きく映ってるんでね。で 手首が結構難しいんですけど、なんやろね、入れるか入れへんか、みたいなところは結構意識しております。手首、もなんやろね、腕らへんとか肘らへんで切れてる分なら、ま、私も手首っていう、入れるんやったら入れる。手首出すんやったらもう、画角から出しちゃう、みたいな形ではっきりさせております。私たち、哺乳類というか霊長類には絶対関節があるので、えー、人物撮影でも関節っていうものを意識していると。 いうところです可能ならばもちろん画角に全部収める方がいいんですけどそうなると全部がこうキュッてなって坊主になってしまうかもしれないので無難なんですけども入れないんであればよ入れないのであればもう一層のこと大胆に入れない方が肩ドーンの方がパーツを強調できることもあるんで、まあ、表現方法に過ぎないんですけど個人的にはチェックしております。関節どこで切ってんねやろっててんやろいうのはかなり チェックしております足はどこできる腰はどこできる肩はどこできるみたいな形を頭はどこのぐらいできるみたいなところを意識しております。で、若い世代の方々は特に何も思わないかなと思うんですけども私も正直商業に携かかわるまではあんま何も思わなかったんですけどポートレートを含めてですよ。人物の写真っていうものは その、まあ、今なんてね、まさに SNS なんかで結構投稿されたりもしますし、えー、撮影にね、携わらせていただいたお写真、これ、あの自分のアカウントで投稿させてもらってもいいですかっていうモデル様も結構多かったりいらっしゃいますので、もうぜひぜひぜひという形でね、えー、投稿するっていう時に、その写真ってやっぱり、 その SNS なんかでご家族とね、つながってたりとか、ご友人とつながってる方が多いので、こんな写真撮ってもらいました、みたいな形で、その写真が、まあ言ってしまえば一人歩きしていくんですよね。で、その時に、ご家族であったり、ご友人が、あ、こういったことしてんねや、元気やな、みたいな形でご覧になられることが多いんです。それは写真として正しいじゃないですか。えー、今の私はどこどこでこんな活動しています、いやー、みたいなんが、写真として伝わっていくには、ものすごく素晴らしいことやと。 思うんですけどもここでね、まあ、ちっちゃい話かもしれんし細かい話かもしれんし気にしすぎかもしれんのやけども違和感のある関節の切り取り方をしていると例えばですよ全く関係ないけどお料理の時にちょっと手を怪我してしまったという時に「この写真のせいで怪我したんじゃん」って結構真剣にほんまに何かあった時に矢印を向けられる現場を私は様々見て きました「いや絶対言いがかりやん」とか「関係あらへんやん」とか「ご本人の不注意ですやん」とか「もう全く撮影から何ヶ月も経った後の話ですやん」って思ってても意外とそういったところって結構ね意識されるというか矢印が向けられることは多いんやなってのを私は見てきたので可能な限り私はその矢印を回避するためにも意識して関節っていうものは収、えー、めるか収めないかをはっきりしております。 で意外と大胆に収めないってしてしまうと逆にもう関節が切られてるっていう風には見えないんですよね。中途半端な切り方をするからなんか関節が切られてるっていう風に見えてしまうのでうん人物撮影特有かなって思います。しかも撮った写真撮った後に何ヶ月後かに。 あのご友人とかご家族がわあ言うてくんのもこれは人間特有やなとさすがに動物は何ヶ月後かに「あんたがこの前写真撮ったから私怪我してん」ってさすがに言うてこんのでね動物はね <laughs> まず人間の言葉翻訳こんにゃくない限りね話されへんのでっていうところがあるんでこれは人物撮影特有かなというところで意識すべきポイントだと考えて。 おりますなので関節を含めてどこまでそのの情報としして画角の中に入れるかを考慮しますちなみに私が動物とか魚類を取る時も文句言われんってさっき言ったんですけどなんとなくフォルムってあるじゃないですかアザラシのフォルムとか、えー、なんやろねアジのフォルムとかそれこそホウボウのフォルムとかホウボウってその床歩いて羽がねワーなってる魚なんですけどあとサメとかもね結構フォルムきれかったりするんでそういった 動物とか魚類は関節みたいなものは正直人間みたいにはないんですけどそのフォルムとしてどこまで含めるとどこで着ると綺麗かっていうものは意識して撮るようにしておりますで一つのジャンルっていうものをね撮影ジャンルを極めていくことも大切ではあるんです私は人物だけ撮っていくとか私は風景だけ撮る私は鉄道だけ撮るとか私は野鳥だけ撮るみたいなその撮影のジャンルをね 極めていくこともも大切でではあるんですけどもやっぱり、えー、と動物撮る野鳥撮る水中生物撮る人物撮る風景撮る鉄道撮る飛行機撮るとか夜景撮るとか工場撮るとかまあ物撮り撮るとかね食べ物撮るとか神社仏閣撮るがいろんなものを撮りまくって撮りまくっていろんなものを撮影していると一つのジャンルに絞った時に何て言うんですかね教養として他の撮影ジャンルではこういったことを意識してたからこの撮影でもこういったとこを意識しよう。 なので例えば風景などを頻繁にね撮られる方が水平垂直をめっちゃちゃんととっ 撮るとかもねやっぱりそれは風景とか建物取撮られてる方のあ素晴らしい注意点やなであったりとか、えー、動くね野鳥なんかを撮られてる方はもう望遠レンズで積極的に撮られたりであったりとかあとはシャッタースピードが比較的余裕のあるね値に持っていったりするっていうのもあやっぱり普段取撮られてる撮影対象にある程度基準が引っ張られてるなっていうのはいい意味でね影響を与えているんだなっていうのは感じるところがあります。またその関節と 同じような視点ではあるんですけども、えー、首とか頭に不要な線が入らないようにもしますなのでこう横にスパーンって首が入に後ろに背景に線が入ったりとか頭にブスってね線が刺さったりとかそういった線も、まあ、背景処理の一つというかこの主題との かぶりに、えー、関わる話となりますマイクかぶってるやんってよく言われますけどこれはもうあの音声重視で言っておりますのでもう私自身のかぶりなんて気にしないで大丈夫でございますこのねこういった形で、えー、なので絶対にダメっていうわけではないんですなので私は撮影環境によってこの後ろのね首の後ろに入る線であったり頭にねかぶってくるような線っていうものはボケ味で目立たなくしてるだけで かぶること自体は正直結構あるんですよ。撮影環境的にどうしてもかぶってしまうと。で、多少このポジションとかアングルを変えて調整しても、いや、かぶったとしてもこのアングルとポジションから撮りたいねん、みたいな。ちょっと上から撮りたいねんとか、ちょっと下から撮りたいねん、みたいな、このね、この感覚っていうものが、どっちを優先するかです。で、デジタルカメラなんで、 まず自分で絶対撮りたいポジションで被っててもいいから残しつつ念のため被らへんポジションに下がって撮るっていうのもありやと思いますこれはデジタルカメラのコツやと思いますなので両方撮ってたらいいと思いますねなので1番の背景処理2番の主題とのかぶりを意識しすぎると撮影ができる瞬間とか撮影の場所がほんまに限られてしまうので写真が全然撮れないと言いますか難しくなるんですよねシャッターを切るのがなので役立つのが えー、私がねよくポートレートに向いているレンズとしてレビュー動画をたくさん上げてるんですけど撮影場所がほんまにあの限られてしまう場合は、えー、と時折語る F 値でのアプローチが心強いっていうこれが一つのポイントになってくるんですねつまりその気になってしまうぐらい後ろとか頭にスポーンっていう背景のかぶりがあるんであればもうその主張っていうものを弱めてしまえばいいんですよ なので、ぼかしつつ、少しだけポジションとアングルを変える。なので、先ほどやった思いっきり変えて、もう被らへんようにしてたものを、思いっきりぼかしてしまってね、後ろに被る線とかを、線とか縦の棒とか、まあその電信柱みたいなものを、もう思いっきりぼかしてしまって、ぐーってずれて、軽くずれるだけで、ちょっとずれるだけで、被ってはいるけど、そんなに気にならんっていう風になったりします。なので、極端な話、 首とかか頭に分かりやすく被っていななければ意外とと気にならんというところで原点方式を意識する時のコツとして私はいつも見ながら写真を撮っております。なので頭に線がこうバスって入るものとかねいわゆる串刺し状態などは避けつつ最高の表情っていうものを逃さないようにやっぱり主題はその人物なので最高の表情っていうものを逃さないようにモデル様とコミュニケーション。 まあ笑顔でね写真を撮りつつ背景を選ぶ余裕ができると最高に楽しくなってきますので最近「かみ切った」って言いながら後ろの人のね状況が把握できるような余裕ができればいいかと。関節とか主題とのかぶりとはちょっと話変わってくるんですけどもう一つねこのついでで話すと。 水平垂直先ほどのねちょっとその風景を撮る時の水平垂直意識されて素晴らしいなぁみたいな話なんですけど基本は人物撮影も正しく捉える方が水平垂直はいいかと思います。これは表現方法の範疇なのでいや私はあえてこう斜めで撮るのがかっこいいんですみたいなものもあったりするんでねおしゃれであったりとか目線を引くそのちょっと味付けの写真として使う分にはものすごくえー水平垂直を崩すっていう写真は いいいかと思いますすこうね崩すのはただ全カットを見返した時に写真全部見た時に全部の写真が左右になんかグラ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 してるとちょっと気になってくる基準の写真がやっぱりあってその中で表現方法として水平垂直を崩した写真があるとおなんか面白い写真あるやん躍動感あるやんみたいな感じになるんで基準はやっぱり水平垂直ってものはキープした方がいいかなってのは無難かなってのは思います。 なので水準器であったりとか、えー、グリッドをですね、あの、なんていう、撮影するときにも縦横の線あるじゃないですか、縦横の線っていうものがね、三分割みたいに出てくるあのグリッドの線みたいなものを表示して、正しく計測、測定、測りつつ、基準で比較しながら撮影することも大事ではあるんですけども、やっぱり私たち人間なんでね、三脚持って行ってたら、私も、こう、手に持ちで撮影するっていうときには、 その何て言うんですか水準キーとかグリッド表示に引っ張られすぎてしまうのもちょっと損かなってのは思いますそのグリッドとか水準キーに引っ張られて取るべき瞬間を逃してしまうともったいないんでねで可能な限り水平垂直を守ることは無難ではあるんですけど意識できれば程度かなとかつ他にもっと大事なねあのそれこそ背景だったりとか 言ってしまうと水平垂直って後でどうとでもなるんですよ。こう、編集で傾けてしまえばね。でも、背景のその光源とか映り込みっていうものは、そうそう簡単に、まあ今は AI 技術というか、現像ソフトも進化してきてるんでね、ボケ味強調モードみたいにすると、ボケ味強調できたりもするかもしれないんですけど、やっぱりその、もっとね、気を配りたいところもあるので、余裕があれば水平垂直を意識するぐらいでいいと思います。ただ、1点。床とか建物とか、 写真を見る側がパッと見た時に歪んどんなってのがもうすぐ分かるような水平垂直は強調されやすいものもあるんですよ。建物とか特にそうなんですけどね。なのでこういった水平垂直が気になる写真に関してはあの容易に判断できる写真ですね。見てる側が。見てる側が簡単に判断できるものの場合は可能な限り意識してる方がいいと思います。突っ込みどころとして出てくるので。 でもう特にそんなに意識しないんでいいんであればまあまあまあ気楽にとってもらえたらと。なので1つ目の背景処理2つ目の関節とか主題とのかぶり水平垂直に対しては気になる人は気になるし 気にならん人は、もともとそんなに詳しいの見とらんし、パッと見た瞬間のインスピレーションで、ええやん。あんまスカンな。みたいなものを判断されるんで、気になる人は気になる。気にならん人は気にならん。そんなもんです。ただ、撮る側がどこまで気にして、考慮して、配慮して撮影できているのかっていうところは、自分のことなんでね、把握しておきたいかなというところでございます。なので、あくまで許容できる範囲っていうものは、撮る人とか、逆に見る人もね、 私たちがこれぐらいで大丈夫だろうこれより求めていくと厳しいわ撮影条件としてってなった時に見る人がそれを意識するのかいやもっと追い込んでくれよって思うのかまた別ですしねなのでさまざまなその人物写真ってその街中の CM もそうですし広告雑誌の表紙なども含めてさまざまな人物写真というものは もう街中に溢れかえっているのでいろんな写真を見比べてですねでいろんな方々がこういった写真撮ってますっていうのを投稿されてたりするのでいろんな人との写真を見比べてそれが言い悪いじゃなくて自分の中の,その NG 基準の物差しにね使ってもらえたらとここまで追い込まなあかんのかっていう場面もあればあこういった写真でも私は好きやなって思えば別にそんな あの私が押し出した水平垂直守らんでもええし背景ボケてのってもええし後ろに主張するもんがドンってあってもええし全然ねよろしいかと思います逆にお祭りの時とか花見の時とかはね背景を向きり映り込んでる方が味があったりもするんでねなのでそういった NG 基準を自分なりに持ってる方がいいと思いますなのでこんな言い方してあれなんですけどもやっぱりフィルムやったらちょっと考えなあかんのですけどデジタルカメラってもうデジタルデータなのであくまで SD カードの中に何て言うんですか記録できる限りのものはもう書き込むというか写真撮っちゃったらいいかなってのは思っているのであまりにも NG 基準を高く設けしすぎてもって何も撮れへんなっていう瞬間が生まれるぐらいなんであれば何て言うんやろう多少違和感が残ったとしてももうシャッター切っていく方が優先してもらった方がいいかなと。 撮った写真に対してああだこうだ言うのはできるんです。撮った写真に対してああだこうだ言うてこうでああでって直していくのはできるんですけど、そもそも写真撮ってなかったら何もできへんので。なので、後ほどトリミングとか回転とか、それこそ色つけたりモノクロにしたりとか、こう処理でね、同等でもなったりするところも多いので、意外と。 なのでデジタルデータってね思ってる以上に自分が救えるというか自分の理想とする表現に近づけることができるんでまず素材として写真を撮るということを大事にしてもらえたらなと思います3つ目撮影時間の話です大切に前向きに取り組みましょうという何のことなんですけどちょっと精神論にね近くなるんですけどこれは私自身人物撮影の特徴だなって思うんですけど 野鳥であったり動物であったり風景であったり工場であったり夜景であったりとそういった言ってしまうと人じゃないもの生き物ではあるんですけど会話することがないものに関してはまあ確かに会話せんこともないんですねはよフェリーもうちょっともうちょっとスピード出してはよはよみたいな感じで私もその海峡大橋とか撮るときに漁船とかフェリーに一人でね遠くからもうちょっとはよ進んではよ進んで波はもうお子さん撮ってああみたいな感じで一人で喋ってはいますけど でも別にその漁船の船長のおっちゃんとね喋ってるわけじゃないんで無線で喋ってるわけじゃないんでまあそんなにねあの会話することはないんですけどポートレートと言いますか人物撮影は会話が多いと思います、えー、モデル様であったり関わってくださるスタッフ様とね、えー、いらっしゃることが多いのでうーんそんなことないよって言われてしまうことも多いんですけど私はですねやっぱり 撮る側ねこちら側の、まあ、感情であったりとか考え心配事余裕っていうものであったりそれが間接的にモデル様などに伝わってモデル様のその感情であったり体調であったり気にされてることっていうものは間接的に写真に出てくるなっていうものは表情としてね、えー、乗ると乗っかってくるっていうふうに考えてるんです。ななのので余裕がいい撮影っていうものは 何かしらねやっぱり引っかかるところが多くて余裕がある撮影の方がやっぱり良かったなって思うことが個人的には経験上多かったんですよねなので人物撮影っていうものは自分のペースでやっぱり進めることも可能ではあるんです結構あの舵取りはね、えー、カメラ側にさせてもらえることが多いことはあるんですけども可能ではあるんですけどやっぱり、まあ、人を待たせてるっていうね感情などが無意識に湧いてくるもんやと思います逆にここ湧いてこんかったら 日頃からちょっと、あの、みんなに気配った方がええでって言ってしまうんですけども、過度に待たせてしまってるって思ってしまう方も多いのは事実だと思います。なので、私含めね、私も結構気にしてしまうので。なので、必然的にその、コミュニケーションであったりとか、機材、トラブルまではいかんけど、なんかいつもとちゃうな、みたいな、どこしまったっけみたいな、そういうなんやろね、ちっちゃい違和感、ちっちゃいレギュラーみたいなものが積み重なって、 他の撮影ジャンルの余裕がある自分のペースで全てを進めれる撮影ジャンルに対して何かと戸惑う場面が多いんですよね。人物撮影って、えー、どうやったっけあ、これでよかったっけまあこれで行こうかみたいな形の場面が多いかなと。とはいえですよ、みんながやっぱり一番大切な時間を共有して言ってしまえば消費しているんですよね。80年とか100年とかいうタイムリミットの中で100年ってすごいね。100年まで今、 入れるんんややろうか男性 80, 80歳ぐらいやんね多分ね共有して消費しているのでこの大切な時間っていうものを無駄にせずね最大限の価値につなげるようにやっぱ努力したいんですよね。この取り手側が何かしらトラブルとか困る場所違和感があったとしてもそれをあーもう前面に出すんじゃなくてもうニコニコしながら「大丈夫大丈夫取ってみよう」みたいな形でスパッて取る方がかっこいいじゃないですか。 そういう風にね、あの、イライラせんと、笑顔で何が起きても、大丈夫、大丈夫、構まへん、構まへん、取ってみよう、パッシャ A のトレー、ええの撮れたは最高やな、はっはーい、言うてる方がいいです。そっちの方が物事はうまくいくなってのは、私自身経験上、えー、特に人を相手にするときは思うことが多いです。なので、お仕事とかね、創作活動っていうものは、やっぱりどうしても予想外の出来事っていうものはつきものですし、それが、ー想定外 予想外っていうのはもう勝手にこっちの話なんですよ。想定外とか予想外のことが起きたとしても、いや、想定外を想定してましたって言ったらええだけの話やし、あ、想定外やった、考えてなかったっていうふうに、あちゃーってなるよりかは、あちゃー、まあこれも想定内みたいな形でね、そういった予想外の展開というか、いい味付けにね、変えてもらえればと。予想外の展開を生むきっかけにもなったりするんですよね。なので、いい意味で、 トラブル、えー、小さいイレギュラーが出た瞬間を、うん、前向きにね受け止めつつその人物撮影を長く楽しく撮影されてる方っていうのは結構そういう臨機応変に対応できる方が強いかなってのは思いますそういったどんな状況でも的確な撮れ高を残している方がやっぱりいい写真を 撮り続けられている要素というか素質もうこれは才能というか素質というか考え方というか何んなうねお人柄といいますかそういった要素があるかなってのは思いますもちろんスタジオでねゴリゴリに作り込んでの撮影であればまだしもロケ撮影などですね結構不確定要素を 含める場合っていうのはどれだけその不確定要素がイレギュラーが発生したとしても前向きに取り組んでそれをもう笑いの表現として活かせるか活用できるのかがポイントになってくるんじゃないのかなと私がロケ撮影を好むっていうのはこの不確定要素が結構ねいいスパイスになったりもしますし自分やったらこういう風に撮っていくんやけど環境要因でこういう風に変えざるをえんからこう撮ってこういう表現もありやなここで撮るんも えやんみたいな、そういう新しい気づきに、ね、なったりもするので、自分の想定外の写真に、それが加点方式で言ってる人、冒頭のね、写真を加点方式で言ってる人は元からいろんなことを試してるんで、イレギュラーを撮りに行ってるんで、もうそれが当たり前かもしれないんですけど、私のこの減点方式を避ける、減点を避けるやり方なのであれば、無難な写真に落ちがち、落ち着きがちなので、イレギュラーを逆にプラスの加点の方に、 味付けとして取り入れてもらえるといいんじゃないのかなと。なので、想定外の写真にね、仕上がることを楽しんでもらえたらと思います。ぜひ皆さんの人物撮影、ポートレート撮影でね、意識していることとか気になること、大切にしていることがあれば、ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね